今日は小田原にやってきました。小林さん、わすごい、いっぱい弁当が並んでますよ。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは。今日はぜひおすすめのお弁当をご用意させていただきましたので召し上がっていってください。え、いいんですか。いいですよ。ありがとうございます。はい、4つ弁当を用意していただきましたが、仙台のお越しの際には召し上がっていただきたいなという思いからこういった商品作らせていただいておりますので、味を堪能していただければと思います。こちらの商品が網焼き牛タン弁当というですね、年間40万食出てるような商品で一番の人気商品になっております。紐を引いて温めるタイプのお弁当となっております。よいしょよいしょ、はい、すごいすごいすごい、ガンガン湯気出てきますよ。これちょっとでも新幹線の中とかでやったら、はい、おーってちょっと、あいつマジかっけーってなります。かっけーってなります、ね、あいつマジかっけーってなります。絶対オープン。うわー、おいしそう。湯気立ってますよ。ではいただきます。はい、ご飯どうですか。ご飯までおいしいという、やっぱりご飯に油が落ちてっていうところですね。一番食べやすいところを狙ってこの厚みにしてます。